こんにちは、片川のりこです。こんにちは、浜松市長の鈴木康友です。市長、新型コロナウイルスの影響で、はい、私たちの生活というのは一変しましたよね、はい、で先月浜松市役所を訪れた際に、はい、正面玄関のところにですね、はい、浜松ラインコロナ見守りシステムというポスターが貼られていまして、はい、これはどういったものなんでしょうか。はい、まあ、これはですね、ラインさんと提携しましてね、はい、まあ、浜松市が6月16日から、うん、運用開始したですね、はい、まあ、情報提供のツールなんですけどもね、うん、まあ、今お話ありましたように、まあ、今新型コロナウイルス、まあ、全国的にですね、まあ、感染が拡大をしておりまして、まあ、特にですね、最近はその感染経路不明という患者さんが増えているということが大変気がかりなんですね、はい、まあ、今後ですね、まあ、これからのことを考えますと、うん、この感染拡大をいかに阻止しながらですね、はい、まあ、経済を回していくかということが重要になってくるんですね、はい、まあ、その、ツールの一つがですね、この浜松ラインコロナ見守りシステムなんですね、まあ、QR コードを取得をしていただきましてね、それをこう貼っておいていただきますと、うん、来店者がですね、それを読み取っていただくだけで、その来店したことがですね、はい、履歴として残りますので、はい、もしですね、仮に、同じ時刻にですね、来店した方の中で、万が一、まあ、陽性の患者さんがですね、発生をした場合にはですね、同時刻にですね、そのお店内にいた方にですね、注意喚起のですね、はい、メールが送られるということなんですね、うんうん、はい、まあ、ですから、まあ、利用者の方にとっては、まあ、安心です、ね、うん、お店を利用することができますし、お店側にとってはですね、はい、これは感染防止対策うちはやってますよってですね、まあ、一つ PR のですね、ツールにしてもらえるわけですね、はい、で私にとってもですね、うん、やっぱり感染者が発生しますと、そのずっと感染経路をたどっていかなきゃいけないですね、まあ、感染経路不明というのがですね一番困るんですね、うん、で我々行政にとってもですね、そうした感染経路不明の患者さんの発生をですね、防ぐことができますので、まあ、これはとてもいいシステムだと思うんですね。ぜひですね、はい、これをですね、これからの、まあ、感染防止対策の一つのツールとして普及させていきたいというふうに考えております。はい、その感染経路が見える化するということが、はい、私たちも対処が早くなっていいですよね、はい、では具体的にこの浜松ラインコロナ見守りシステムはどのように利用すればいいんでしょうか。はい、まあ、これは簡単にできるんでね、はい、皆さんのですね、スマートフォンにですね、LINE さんからまずアプリを取得していた、インストールしていただきまして、そして市にですね、公式アカウントで LINE の公式アカウント、名前シャンベイ情報局っていうのがあるんですけども、はい、まあ、そこにですね、友達申請をしていただくだけでそれで登録完了となるんですね、はいはい、でその、この手続きをですね、終えていただいた後に、お店や施設を訪ねた際に、まあ、そこに掲示をされています浜松ラインコロナ見守りシステムのQR コードを利用するたびにですね、こうカシャッと読み取っていただくんですね、まあ、それだけでですね、利用したことの履歴が登録をされます、事業者の皆さんには、浜松市のホームページからシステムの QR コードの発行申請を行っていただいて、まあ、取得した QR コードを印刷してですね、それはまあ店舗や施設に掲示をしていただきます。で店舗名や住所などいくつかのですね、必要事項をオンライン上で記入していただくだけで、まあ、QR コードが取得できます。で登録にあたっての審査やですね、まあ、システムの利用料などの負担も発生をしませんので、まあ、ぜひですね、気軽にご登録をいただきたいと思います。またですね、市役所をはじめとした市内の公共施設には QR コードが掲示をされておりますので、まあ、施設を訪れた際にはですね、ぜひ QR コードの読み取りをお願いしたいと思います。双方にとってこう安心感が、ね、はい、ありますよね、はい、ただ心配なのはですね、市長、個人情報の問題なんですけれども、これについてはいかがでしょうか。はい、これはですね、まあ、しっかりこれ守られていましてね、その個人の名前とか住所とかですね、はい、あるいはまあ GPS の位置情報なんかもですね、これ取得できないんですね。で、まあ、情報を管理する浜松市としてもですね、はい、まあ、そうした履歴をですね、追っていくことができませんのでですね、完全に個人情報は守られるんですね、はい、でその個人さんへのですね、情報提供も具体的なですね、お店だとか、そういうものが送られるんじゃなくて、はい、あくまでその感染の、リスクが高いと
いうことだけが発信をされますので、はい、相談窓口がありますので、はい、まあ、そちらへですね、相談していただいて、はい、まあ、その状況を確認をしてですね、次の、まあ、適切な対応を取っていただく、まあ、そういうためのですね、はい、情報ツールなんで、まあ、一切個人的な情報というのはですね、保護されますので、私たちの名前とか住所とかが出るということはない、全くないですね、はいはいはい、ですから、まあ、安心してお使いをいただきたいというふうに思います、はい、個人情報が守られているということで安心しました、はい。ここからは市長自ら質問にお答えいただきます、お答えしましょうのコーナーです。市長の日常やプライベートに迫っていこうと思います。市長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ本日はですね、市政情報誌ずっと浜松の読者アンケートで寄せられました、はい、県外の、はい、高校3年生からの質問です、はいはい、市長お答えくださいね、はい、それではお答えしましょう、では質問です、はい、私の姉は大学生で浜松に住んでいるので、はい、母と時々浜松に来ます、はい、美味しい食べ物がたくさんあるので毎回お土産を買って行っていますが、市長おすすめのお土産を教えてください、はい、ということなんです、まあ、これなかなかね難しいですけどね、一つにね絞るの難しい、まあ、浜松といえばですね、はい、うなぎパイというですね、はい、まあ、鉄板のお土産がありますけれどもあま、ね、はい、まあ、最近じいちょうのバームクーヘン、はい、これが今大人気ですよね、私も好きです、まあ、他にもいっぱいですね、うん、あのお土産ありますし、はい、あるいは、まあ、最近全国的に有名なですね、まあ、うなぎはもともと有名ですけど、はい、浜松餃子なんかもね、これはもう B 級グルメとして全国に名が轟いておりますので、まあ、毎回ね、いろんな小お土産をですね、はい、品を変えて、ね、そうですね、持ってっていただくというのがいいんじゃないでしょうかね。そうですね、もらう方も飽きずにね、はい、いろんなものをもらえますもんね、はいはい、選ぶのに困るぐらいありますからね。本当ですね、たくさんあります、はいはい、次の質問です。浜松に来るといつも街がとても綺麗に感じています。その街を綺麗に保つために何か取り組んでいることがあるんでしょうか、はい、という、まあ、あのこれね、何か取り立ててこれやってるっていうことではないんですけども、はい、うん、まあ、あの結構あの街の皆さんがね、自治会の皆さんとかあるいは商店会の皆さんとかですね、はい、まあ、自主的に、まあ、清掃活動などをですね行っていただいたりですね、まあ、一つあるとすればですね、はい、浜松はね、あの昔から花と緑の街づくりと公共花壇なんかの管理をしていただくですね、花の会というボランティア組織がありましてね、まあ、この活動がものすごく盛んなんですね。でこういう皆さんがですね、浜松の街中をですね花いっぱいにしようということでですね、日々取り組みをしていただいているので、まあ、そういうこともですね、あの貢献していただいているのではないかなというふうに思います、まあ、いずれしろね、まあ、そうやって浜松来てね、街が綺麗だなと思っていただいたというのはね、はい、本当にありがたいことでございますので、ね、駅前も綺麗ですし、市役所のところも花壇がいつも綺麗だなと思います。そうですね、割とあの、まあ、街中だけではなくて、うんうん、あの全市的にね、はい、花の会の皆さんがいろいろ活動されてるんで、はい、まあ、ちょっと気をつけて見ていただくと、あ、結構いろんなところに花があるなと、はい、気がつくと思うんですね、はい、ということで、はい、以上お答えしましょうのコーナーでした、はい、では市長、時間が迫ってまいりました。市長から浜松市民の皆さんにメッセージをお願いします、はい、今日はですね、コロナ感染症対策の一つとして浜松が導入いたしました浜松 LINE コロナ見守りシステムについて市民の皆様にご紹介をいたしました。で先ほどですね、ご紹介した通りですね、これ大変簡単にですね登録をできますし、まあ、あの浜松の公式のですね LINE アカウントでありますシャンベイ情報局というところにですね、まあ、友達申請していただくだけですね登録完了ですし、まあ、実はこのシャンベイ情報局というのはですね、このコロナの見守りシステムだけではなくて、まあ、いろいろな有益なですね情報を発信をしています、浜松のいろんなあの情報もそうですし、あるいは災害関連の情報もですね発信をしておりますので、まあ、このコロナ以外でもですね大変活用できるものでございますので、まあ、ぜひ多くの皆さんにですねご登録をいただきたいというふうに思っておりますし、これ市外の方もですね有益有効でございますので、市内の方だけではなくてですね市外の方にもですねご登録をいただければというふうに思っております。まあ、コロナのですね感染がまあ拡大をしておりますけれども、まあ、これからはですねしっかりコロナ対策をすることとですね経済をですねしっかり回していくこと、この両方やっていかなければいけない時代であります。この経済と安全とですね
デュアルのモードでですね、私たちはまあ社会を動かしていかなければなりませんので、まあ、今後もですね、こうした有効なですね、コロナ感染症対策をしっかり浜松としてもですね、取り組んでまいりたいと思います。まあ、その一つがですね、この、LINE コロナ見守りシステムでございますので、まあ、多くの皆様にご活用いただくとともにですね、今後もですね、こうした浜松市の対応にですね、ぜひご期待をいただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。私も浜松のお店よく利用するので、はい、早速登録をいたしました。はい、お店とか、ね、あの施設とか、はい、イベントなんかでももっともっと導入されるといいですよね。そうですね。はい、市長どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。